はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は5月28日ですね、5時16分の相場解説です。この1時間を見てるんですけども、今日のテーマはですね、私のやり方では勝てないということです。まあちょっとタイトルびっくりしたと思いますけども、このレンジに入ってしまうと、私ね、ちょっとポジション取りがなかなかできないんですよね。私の不得意分野と言ってもいいと思いますけども、同時にですね、こういう時に勝負するんでは、まあ損失ばかり膨らませるってことなんですよね。まあ、どういうことかっていうと、今こう、レンジに入ってるわけなんですよ。下がこのぐらい、上がこのぐらい、まあちょっとアバウトに聞きますけども、昨日はですね、このあたりで下に抜けるかなと思ったんですけど、抜けずにですね、結局レンジの内側に戻ってしまって、そして、そのまま突き抜けるかなと思ったら突き抜けずにまた跳ね返って内側に入りましたよね。ということでね、まあ、さすがにね、私というのもここで買いに入れるかって言ったら入れないですね。というのがね、こうぐーっといって、この辺でまたこういうふうに回帰することもあるわけなんですよ。そうなると手数料の分だけマイナスを作ってしまいますんで、私の場合はもう本当にね、突き抜けたら抜けた方向についていくって形ですよね。じゃあどのぐらい突き抜けたらエントリーするのかと言いますと、ここなんですよ。このヒゲを抜けたら、だいたい目安としてエントリーしますね。ということで、昨日はヒゲを抜けてませんので、ここですからね。エントリーできないということですね。ちょっと4時間の方を見てみましょうか。4時間の方を見てみると、ここがレンジに入ってるよってことなんですよ。まあ、ですんでね、ここのヒゲのあたりを超えれば、107円の340ですか。超えたら、こちらの方にエントリーして、ここら辺の力点までね、目指していく。最終的にはこの力点まで目指していく。そういうふうなね、セルのエントリーができるわけなんですけども、まあ抜けてないと。上の方も、ここを超えたらということですけども、もっと言ったらここですね。このヒゲ先を超えたらですよね。だから108円の000あたりを抜けないと、私はこう、買いの方で、買いの方でエントリーできないよってことなんですよ。もっかですね、もう内側の方に縮んじゃってるんで、ちょっとこれはね、ブレイクするまで待ちですね。今日木曜日なんで、残念ながら今週やっぱり、週の明けに申し上げましたけども、エントリーする機会なさそうだということで、ないということになりました。まあこのレンジでもね、勝てるようになるといいんですけども、要するに、こっから往復便たのに、売りで取って、買いで取って、売りで取って、買いで取ってみたいなね。ちょっと滅多にできないですね。私の場合は。うん。ということで、今週私の方法では、勝てません。でも逆に言うとですね、負けるときにエントリーしてないっていうのがよくわかると思うんですよ。もう自分の不得意なときっていうのは、やらないということなんですよ。得意分野をまずね、一つでもいいんで、ダブルトップでも、それこそ三尊でもいいんで、そういうのを作っておくってことです。まあ、ちょっとね、新しい FX の無料講義の中では、ロウソク足とかね、フォーメーションについてもっともっと詰めていこうかと思います。かなりね、基本的なことをやりますし、その基本的なことが最も大事なわけなんですよ。その辺はちょっとお分かりいただきたいんで、無料講義の方を続けていきますんでね、土日をお待ちください。それでは失礼します。